大平君。日本共産党の大平義信でございます。今日は国立大学法人法改正案に関わっていくつか質問をしていきたいというふうに思います。法案では第34条の6に指定国立大学法人の中期目標に関する特例が設けられております。もともと国立大学の中期目標は法律上は文部科学大臣が定めるとされていますが、憲法23条に由来する大学の自治を踏まえて文科大臣には国立大学からの意見、原案ですね、これに配慮する義務が課されております。中期目標の実際上の作成主体は国立大学法人だと解されてきました。そこで確認ですけれども、指定国立大学法人の中期目標も同様に文部科学大臣には国立大学からの意見に配慮する義務が課され、中期目標の実際上の作成主体はあくまでも指定国立大学法人であるということで間違いありませんね。長谷大臣。国立大学法人の中期目標については国立大学法人法第30条第3項において文科大臣は中期目標を定め、またはこれを変更しようとするときはあらかじめ国立大学法人等の意見を聞くこととされております。また国立大学法人法付帯決議において実際上の作成主体が法人であるとされているところでありまして、指定国立大学法人についてもこれを変更するものではありません。大平君。そんな中、今度の法案では指定国立大学法人の中期目標を定めるにあたって、先ほどの第34条の6、世界最高水準の教育研究活動を行う外国の大学の業務運営の状況を踏まえなければならないとしています。この踏まえるというのはどういうことか、世界に名だたる外国の大学の業務運営を同じように真似をしろということを文部科学省は求めているんでしょうか。お答えください。東京大学局長。お答え申し上げます。国立大学に関しましては、各大学学部ごとに強み特色社会的役割を整理をいたしますミッションの再定義を行うことなどによりまして、機能強化を進めているところでございます。特に今回の法制度によりまして、指定を受ける国立大学につきましては海外の有力大学と競い合える卓越した研究分野をすでに備えて、その強みを伸ばしていくということが基本となると考えてございます。ただその一方で、外国大学の業務運営の状況を踏まえるといたしておりますのは、我が国の国立大学においてはやはり課題が一方でございます。新領域や学際的領域の開拓であるとか、社会連携やガバナンスの強化、こういうところは我が国の国立大学において課題であるというふうに考えてございます。そういうことがございますので、指定国立大学が海外の有力大学の状況について分析を行って、その内容を参考といたしまして目標や取り組み構想を策定するということを想定をしているということでございます。大平君。この間の説明でもですね、指定国立大学の指定は、あくまでも大学からの申請に基づくものだということや、大学自らが伍していこうとするこの海外大学の取り組みをベンチマークとして設定すると、そんな説明がありました。あくまでも各大学が自主的に外国の大学の状況を踏まえて検討するんだ、そんな説明だったかと思います。自らが伍するとかですね、大学が自主的にと、そういうことを一方で言いながら、しかし今度の法律で新たに世界最高水準ということも明記しながら、細かく項目も提示して、これでなければ認めないというふうにするものであります。大臣、これはまさに政府文科省が上からの関与を強めて、大学の自主性を侵害するものではないかと考えますが、いかがでしょうか。長谷大臣。
指定国立大学法人の指定を受けようとする法人には申請にあたって人材育成獲得、研究力強化、国際協働、社会連携、ガバナンスの強化、財務基盤の強化の6つの観点についての目標設定や構想の提出を求めることとしておりまして、指定された場合はこれらの内容について各法人の中期目標に反映することとなります。こうした指定や中期目標への反映の手順においては、現在の国立大学法人の中期目標の作成プロセスと同様のものとすることを考えています。指定は各法人の主体的意思による申請に基づくものであります。法人の意に反して文科大臣が一方的に中期目標を変更することは考えておりません。したがって法人の自主性を侵害するものではありません。委員長。大平義信君。大臣はこれまでと同様にやるんだというふうな答弁でありましたが、しかし今度の法案で新たに6つの項目を具体的に並べてですね、海外の名だたる大学のベンチマークに設定するということも新たに述べながら、中期目標への反映もしていくんだというこういう立て付けになっているわけです。そもそも外国の大学と日本の大学では規模や歴史も違うと、ベンチマークとして設定すること自体が私はどれだけ意味のあることなのか極めて疑問感じずにはおられません。大学が自ら高い志や目標を持つこと自体は否定はしませんけれども、それを上から押し付けるようなやり方は取るべきではない、このことはきちんと指摘をしていきたいと思います。先ほども大臣の答弁でありました6つの柱というのが今回挙げられております。その一つのガバナンスの強化、学長の指導性の発揮の問題について質問を続けたいと思います。この問題はこの間すでに、幾度となく強調され続けてきたことであり、この間学長裁量経費など、こうした仕組みの新設も含めて学長の権限は大きく強められてきております。そして今度の法案でその強化がさらに求められているのであります。この点でとりわけ現場で危惧をされているのは学長選挙の問題です。現在多くの大学では学長選考過程において教職員の学長選挙が行われています。そこで確認ですけれども、2014年の8月29日発出の学校教育法改定案の施行通知、その中のに国立大学法人及び同法施行規則の一部改正の括弧1、学長選挙に関わる部分に何と書いてあるか紹介していただけますか。委員長。常盤局長。お答え申し上げます。一昨年8月29日付の学校教育法及び国立大学法人法の一部改正法及び同施行規則の一部改正省令の施行通知でございます。今ご指摘のあった部分でございますが、少々長くなりますが、記述内容を読み上げるようにということでございますので申し上げますが、意向投票に関しまして、学長等選考会議は候補者の推薦への関与、所信表明の機会の設定やヒアリングの実施、質問状の公開など適切な方法を通じて主体的な選考を行うこと、なお選考の過程で教職員によるいわゆる意向投票を行うことは禁止されるものではないが、その場合も投票結果をそのまま学長等選考会議の選考結果に反映させるなど、過度に学内または機構内の意見に偏るような選考方法は、学内または機構内のほか社会の意見を学長または機構長の選考に反映させる仕組みとして設けられた学長等選考会議の主体的な選考という観点からは適切でないことと記述されております。大平義信君。ちょっと後半部分はまた後で取り上げたいと思いますが、つまり確認ですが、学長選挙そのものは
禁止されていませんね。確認です。もう一度。時は局長。ただいま申し上げましたとおり、この通知の中では選考の過程で教職によるいわゆる意向投票を行うことは禁止されているものではないが、その場合も、まあ、主体的な選考を学長選考会議が行うということを求めているものだと思っております。委員長。大平義信君。確認しました。そこでさらに伺います。今度の法案において指定国立大学の指定の際、また中期目標の作成の際に6項目の一つに挙げられているガバナンスの強化の内容として、この学長選挙をやめなければ指定を認めないということになるのかどうか確認です。いかがですか。委員長。常盤局長。指定国立大学法人の指定のあり方については有識者会議でご議論をいただいてきたところでございます。この有識者会議では教育研究環境の充実のために改革を進め、資源を最大限活用し、透明で効果的な運営を行い、学内外から信頼されるガバナンス体制を構築することを目指すべきとされております。そしてその際、指定国立大学が備えるべき要素として、今ご指摘ございましたようにガバナンスの強化ということが6つの柱の中の一つとしてございます。ガバナンスの強化に関しましては、指定国立大学としての取り組みを進めていくためには、リーダーシップのある学長が安定的に大学運営を推進できるなど、当該大学の特性に応じた工夫が必要となり、学長の任期、選考のあり方や学長選考会議、経営協議会及び幹事を含めた学長のチェック機能の強化など、ガバナンスの強化を自律的に推進することが必要であるというふうにされております。こうした観点を踏まえまして、指定国立大学法人制度に申請する大学におきましては、意向投票の実施の有無は各大学の判断によるものでございますけれども、それぞれの特性に応じたガバナンス強化に資する取り組みを行って、学長のリーダーシップの下で、教育研究において強みや特色を発揮をして、社会的な役割をよりよく果たしていくこと、こういうことが期待されているというふうに考えております。委員長。大平義信君。各大学の判断だということで答弁確認をしました。大臣にも同じことを私確認しておきたいと思うんです。最終的に指定国立大学を指定するのは文部科学大臣だということです。その際に学長選挙をやめさせるというような介入をすることはありませんね。確認。加藤大臣。昨年学校教育法が改正され、ガバナンスの改革がなされたところであります。特に学長選考においては、意向投票が学長を選ぶための実質的な選挙として機能して、票読みや教員間のさまざまな働きかけなど、国立大学のリーダーを選ぶにはふさわしくない行為が行われてはならないと考えております。指定国立大学法人制度に申請する大学においては、意向投票の実施の有無は各大学の判断であります。大学をリードしていくにふさわしいものが学長選考会議において主体的に選考されるよう、大学人としての見識を十分発揮されることを期待したいと思います。大平義信君。意向投票の有無は各大学の判断だというご答弁を確認しました。しかしですね、この一方でこの問題で私危惧をしているのは、ある新聞で長谷大臣が次のように述べられておられたことです。学長や学部長、病院長などを決める際、組織内で意向投票している大学はガバナンスの観点から改革の意思があるのか疑問だ。で、運営費交付金の問題で問われているんですが、その配分に関しても厳しく評価すると述べておられました。大学の将来を占う重大事項である、指定国立大学の指定、あるいは中期目標の評価と決定ということを扱う大臣の発言として、私は決して看過できないと思いました。そもそも国立大学法人法案の審議の際の政府答弁でも、先ほど局長に読み上げていただきましたその答弁にあったような後半の部分の制約はつけておらず、学長選考会議において定めるとしか言っていないのであります。そして教職員の意向を大学の管理運営に反映させることは、
教育研究の発展にとっても不可欠なものであると。で、同時にその自治のあり方は大学によって異なるものであると。で、それは国際的にもコンセンサスになっていると私思っています。ユネスコの高等教育の教育職員の地位に関する勧告を一部紹介したいと思うんです。学問の自由の適正な享受と以下に列挙するような義務及び責任の遂行は高等教育機関の自治を要求すると。自治とは公的責任、とりわけ国家による財政支出への責任の体系に沿った学術的職務と規範、管理及び関連諸活動に関して高等教育機関が行う効果的意思決定及び学問の自由と人権の尊重、これらのために必要とされる自己管理である。しかしながら教育機関の自治の性格はその施設の類型に従って異なるとされているわけです。世界のごく一部の大学のやり方に倣って各大学を画一的なものにしていくなどということは、この勧告の趣旨からも外れている。重ねて指定国立大学に指定する際、海外の一部の大学で学長選挙がされていないなどということを口実に、ましてや運営費交付金を盾に学長選挙をやめさせるなどという介入は絶対に許されない、はっきり申し上げておきたいと思います。質問を続けたいと思います。この指定国立大学制度もこの間政府文科省が進めてきた大学改革の一環です。この間政府文科省はエミッションの再定義、あるいは運営費交付金が削減される中での三類型化、重点配分化、さらには文系潰しの通知発出などを通じて各大学を競争させてきました。こうした大学改革や指定国立大学制度というものが果たしてそもそも大学現場から上がっている要求なのか、この根本的な疑問が私はあります。むしろ経済界からの要求ではないか。2016年2月に日本経団連が発表した産学官連携による共同研究の強化に向けての中では、政府に求められる対応として運営費交付金等の重点的な資金配分、指定国立大学制度においては研究成果の社会実装の視点からの目標設定やトップによる戦略的な資源配分を可能にする規制緩和の実現などを求めているのであります。まさに今度の私、制度設計そのものだと思いました。大臣、この点いかがでしょうか。ご所見をお願いします。伊達大臣。国立大学については全86の国立大学法人が社会や産業構造の変化が非常に厳しい中で、それぞれの強み、特色、社会的役割を踏まえてどのように機能を強化していくのかという議論をここ数年続けてきております。その中で卓越した研究拠点として国際的に貢献をしていきたいという大学群が一定程度存在しているということが制度設計の基礎となっております。また制度設計の詳細について検討するために文科省に設置した特定研究大学制度検討のための有識者会議においては、国立大学の学長経験者、私立大学関係者、国立大学法人制度に関する有識者などの参画も得て議論を行っていただきました。その中で我が国の大学が有する課題、大学が国内外から優秀な学生教員を獲得する上で必要な視点、人材育成、研究力を強化するために必要な取り組みなどなど、さまざまな観点から意見をいただいて、それらを踏まえて制度の検討を行っておりまして、大学界の意向を反映したものであります。大平幸信君。現場の実態がどうなっているのか、大臣は本当に分かっておられるのかと思うわけです。具体的な現場の声をいくつか紹介してみたいと思うんです。当然大臣もお読みになっていると思うんですが、文部科学省が作られた今年3月、発行されているこちらですね、科学技術の状況にかかる総合的意識調査の定点調査、
この報告書とデータ集を私も読みました。現場で必死になって頑張っておられる大学関係者の皆さんの、ある意味悲痛の叫びとも言うべき声がこもごも寄せられておりました。その中身の一部を紹介したいと思うんですが、2011年から2015年にかけてその指数がマイナス変化を見せた。つまりこの期間の中で悪化した項目、その一番トップに来ているその項目とその理由、何と書いてあるか紹介していただけますか。伊藤局長。ご指摘の調査においては、回答者に対しまして、研究開発にかかる基本的な活動を実施する上での基盤的経費の状況についての認識を変更した理由を聞いております。その理由の例といたしましては、学長裁量経費への重点化がなされたので、部局や各教員へ配分される基盤的研究費が減額になった。運営費交付金が刑事的に大幅に減額される中で、固定費まで切り込んで対応せざるを得ない、実験系の研究活動を維持するのに必要な額を下回っている等が挙げられているところでございます。大平一信君。学長裁量経費が増えたから、運営費交付金が減ったという声でした。この定点調査のデータ集の中でも、例えば運営費交付金の定期的削減に加え、学長裁量経費への一定枠の吸い上げが義務付けられ、基盤経費のさらなる削減が行われました、など同様の趣旨の声が具体的にたくさん書かれておりました。運営費交付金が減る中で、各大学は競争的資金や外部資金を獲得しなければなりません。文部科学省もそうするように進めてきました。その結果ではどうなったのか。先ほどの定点調査の指数悪化トップ10の5番目の項目とその理由を示していただけますか。伊藤局長。ご指摘の点につきましては、回答者に対しまして、将来的なイノベーションの源として独創的な基礎研究が十分に実施されているかについて認識を変更した理由を聞いているものでございます。その理由の例といたしまして、大学における研究成果重視の傾向が強まり、研究分野が確立化しつつある、大学にますます自由や余裕がなくなっている、基盤的研究費の減少、各種大学改革による疲弊制度に振り回されている、長期的な視点に立った基礎研究が行いにくい環境になりつつある、独創的な評価には時間がかかるので長期的な支援が必要等が掲げられているところでございます。大平一信君。この項目についてもデータ集ではこんなことも書かれております。イノベーションが経済戦略の脈絡で主張されており、基礎研究の多様性を阻害している、予算の重点化とともに短期的な視点に触れてきている、さらには各種大学改革による疲弊によって大学の研究力が落ちている、こういうものまであるわけです。結局短期的に成果を出さなければいけないので、目先のものに追われ、長期的な研究ができないんでいるのであります。文科省はしきりにイノベーションのための指定国立大学とおっしゃられるんですが、こんなことをしておいてイノベーションがどうして生まれるのかと感じずにはおられません。さらに定点調査の指数悪化トップ10の8番目には、研究時間を確保するための取り組みの状況が挙げられており、大学改革への会議や大学評価への対応、外部資金獲得の申請書書きなどで教員研究者がますます忙しくなってきている、中期目標中期計画などの策定でマネジメントなどの時間が増えている、こうした声が寄せられているわけであります。ルール紹介してきましたが、これらは研究環境や基礎研究などいずれも文部科学省が言う世界最高水準の教育研究にとって最も重要な部分です。それが現場の感覚では近年悪化をしており、そしてその理由が運営費交付金の削減と大学改革が原因だと現場で取り組んでおられる方たちが口を揃えて述べているわけです。
さらに伺います。運営費交付金の削減と大学改革の結果、国立大学や日本の学術研究の成果がどうなっているのか、文部科学省の科学技術学術政策研究所が出している科学技術指標201号によると、整数カウント法での論文数トップ 10% 補正論文数トップ 1% 補正論文数の順位が2001年から2003年と2011年から2013年とで比べてそれぞれどうなっているかお示しいただけますか。伊藤局長。ご指摘 の科学技術学術政策研究所が発表しております科学技術指標2015によれば、まず論文数についてでございますけれども、日本の順位は2001から2003年の平均で世界第2位でございましたが、2011から13年の平均では世界第5位となっております。またトップ 10% 補正論文数につきましては、2001年から2003年で世界第4位であったものが2011から13年では世界8位となっております。トップ 1% の補正論文数につきましては、2001年から3年で世界第5位であったが、2011から13年では世界12位となっているところでございます。委員長。大平一郎君。いずれも軒並み下がっているのであります。明らかに運営費交付金が減ったことが最大の原因であり、しかもそれがこの間大学間だけでなく大学内部での重点配分ということに してきたからであります。現場からこうした痛烈な意見が出ている。で、文部科学省自身もそう分析している。そして実際の指標も軒並み下がっている。それなのに今度のこの指定国立大学制度でなお一層それに逆行する方向を進めようとしている。私はまさに文科省がやっているのはお金は出さないが口は出すということではないかと感じずにはおられません。今何よりもやるべきことは、大臣、運営費交付金を元に戻してさらに増やしていくことではないか、いかがでしょうか。総理大臣。国立大学は我が国の高等教育や学術研究を牽引するという重要な役割を有しているという認識を持っております。現在学術研究基礎研究の推進も含め機能強化のための大規模な改革を進めております。国立大学の機能を十分に発揮させるためには、また教員が安心して教育研究活動を行えるようにするためにも基盤的経費の安定的な確保が必要であります。このため国立大学法人の第3期中期目標期間初年度である平成28年度予算では、国立大学法人運営費交付金を対前年度同額の1兆945億円を確保したところであります。文科省としては引き続き国立大学の機能強化のため基盤的経費の確保に努めてまいりたいと思います。委員長。運営費交付金の安定的確保が必要と大臣おっしゃられるんですけれども、先ほど来も質疑の中でありました。実際この間の動き見ますとね、法人化以降は毎年 1% ずつずっと減らされている。で、今年度も重点配分で少なくない大学が減っている。これが紛れもない事実であります。私の地元中国地方、中国5県の国立大学はすべて減額であります。ある学長さんは、これではいずれ教職員を50人は削らないといけないとおっしゃっておられました。こうした中で次は学内での重点配分を進めろ。これでは一層大学の疲弊が進むのは目に見えているではありませんか。こうした方向に決して未来はない。安倍政権による上からの押し付け大学改革はきっぱりやめて運営費交付金の抜本的拡充を行うよう強く求めて私の質問を終わります。ありがとうございました。